こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画では新しいオラクルカードデッキを開封していこうと思います。今回開封するのはこちらです。 The Elemental Oracle。 こちらはですね、ステイシー・デマーコさんといって、あのクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルですね、あちらの作者さんになります。なので最新作ですね。こちらは2020年の10月に確か出たと思うんですけれども、なので比較的最近出たデッキになります。アートワークもクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルと同じ作家さんが担当されていると思うので、とても楽しみです。はい、こちらを早速開けていきたいと思います。こちらのチャンネルではタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画ですとか、タロットカード、オラクルカードを使ったリーディング、占いの動画なんかもアップしています。ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、こちらが新しいオラクルカードデッキになります。すごいですね。箱はホログラム加工がしてあって、結構キラキラツルツルっていう感じですね。はい。で、横はこんな感じですね。すごくホログラム綺麗ですよね。で、裏はこんな感じになります。44枚ですかね、入ってるみたいです。そしてサイズは一般的なオラクルカードサイズで、おお、なかなかかっこいいですね、中身。あのこの題名の通り The Elemental Oracle っていうことで、エレメントとかですね、なんか昔の私たちの祖先ですよね、祖先が頼りにしてきたこの四大元素とか、あとは太陽、月、あとは4つの方角ですね、なんかこういったもの、まあ、あのペーガンとか、あのウィッチクラフト、あの魔女のなんて言うんですかね、魔法というか、なんかそういう感じで使われてきた、その伝統的に使われてきたものを表すというか、まあ、題材にしたオラクルカードみたいです。アルケミー、サイエンス、マジックということで、まあ、この3つにねフォーカスしているのかもしれないですね。そしてすごい、ガイドブックもホログラム加工がしてあってキンキラキンですね。すごい虹色ですね。めちゃめちゃ綺麗です。こちらはですね、出版社がロックプールパブリッシングですね。こちらはオーストラリアの出版社になります。はい、お値段はアメリカドルで21ドル95セントですね。イギリスポンドだと16ドル99セントということで、日本円だとだいたい2300円とかそれぐらいですかね、2200円前後っていう感じだと思います。ちょっとこちらの中身も見てみましょう。あ、すごいカラーですね。ロックプールは確かカラーのガイドブック多かったと思うんですけれども、まあ、最初にちょっとカードのことがさらっと書いてあって、スプレッドが紹介されていて、でここからカードの紹介ですね。1枚のカードにつき2ページみたいです。でフルカラーでちっちゃいですけれども、絵柄が載ってますね。いやー素晴らしいです。カードによっては多分3枚とか3ページ使ったりとかもあると思うんですけれども、いやー綺麗ですね。ガイドブックもすごくおしゃれな感じでいいと思います。そしてこれね、やっぱり何か意味があるんでしょうね。これ方角と、おそらく方角じゃないかなと思うんですけれども、あと月の満ち欠けのサイクルですよね。あとは、まあ、おそらく4つのエレメントとかもね入ってるんじゃないかなと思うんですけれども、いいですね。で作者の紹介で、あとは終わりっていう感じですね。最後にクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルの紹介もあります。ディヴァイン・アニマルズ・オラクル、これも作者さんの作品ですね。はい、ということで中身のカードさんの方を見ていきたいと思います。おー、すごいすごいですね。エッジがシルバー、これはちょっと予想外でした。素晴らしいです。これはアプリですね、ロックプールのアプリダウンロードしてねということで、中にもそこにこちらの
バッキングと同じ絵柄ですね。描かれています。いいですね。この中の落ち着いたピンク色というかコスモス色みたいなね、そういう感じの色がすごくいいと思います。そしてこちらがカードさんですね。ちゃんとまっすぐカードがなってるので良かったです。すごい、エッジがねシルバーなのすごくいいと思いますね。で、バッキングもすごく綺麗です。ピンクというか虹色ですよね。雲なのかな、なんか雲とか海とかね、なんかそういうのが混ざってるようなバックグラウンドなんですけれども、すごく綺麗です。はい。そしてこの大きさはね普通のオラクルカードサイズで、で紙質も普通のオラクルカードっていう感じですね。ちょっとツルツルなんですけれども、本当にツルツルのオラクルカードってカード同士がすごく引っかかるんですけど、そこまでツルツルではない感じですね。ちょっとザラッとした感もあるようなツルツルなので、カード同士の滑りはいいんじゃないかなと思います。そして色が鮮やかですね。すごくクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルに近いと思います。はい。では早速1枚1枚カードさん見ていきたいと思います。もう最初からねすごく綺麗ですね。はい、まずは1枚目から見ていきますね。こちらノースということで、北向き、方角に関するカードですね。エクスパンション、まあ、北っていうのはエクスパンション、まあ、広がっていくとかね、そういう意味合いがあるっていうことなんじゃないかなと思います。これはコンパスなんですかね。なんか不思議な絵柄が書いてありますけれども、まあ、北ということでオーロラがねかかっていたりと、すごく綺麗ですね。まあ、北って進む方向の目印になるというか、やっぱりこうコンパスもね北を指してますので、なんかねそういう意味合いもあるのかなと思います。綺麗ですね。コラージュデッキですね。2番目、サウス、こちらも方角の2つ目で南ですよね。アドベンチャーいいですね。これ何なんでしょう。これは宇宙服かな。宇宙服っぽいですよね。なので、まあ、人間が、宇宙にこう探検していく、向かっていく、そういうことを表しているのかなと思うんですけれども、どうして南で宇宙なんでしょうね。まあ、その辺もガイドブックを読めば書いてあるのかもしれないですよね。3つ目、イースト、東ですね。ビギニングス、やっぱり太陽がね東から昇るっていうこともあって、始まりなのかなとも思います。これはね一体どういう絵なんでしょうね。おそらくこれは女性がランタンを掲げてるんだと思うんですけれども、これもね何かよくわからないですし、太陽なのかな、月、なんか惑星なのかなっていう感じもするんですけれども、不思議なね絵柄ですね。そして階段のね上にあるというか途中にある、それもねちょっと意味深な感じがしますよね。4番目、ウェスト、これは西のカードですね。これなんかちょっと脳っぽいですよね。脳みたいに見えますけれども、まあ、パズルのピースを持ってるので、completion、まあ、確かにねこのパズルの一つ最後のピースをはめることで完成するっていう、そういうことを表してるんだと思うんですけれども、西にはそういう意味があったんですね。なかなか興味深いです。ちょっとずらしますね。5番目、 The Equator、 これは赤道のことですね。おそらくこれ地球だと思うんですけど、地球なのかな、なんか輪っかがあるので、もしかしたらね土星とかそういう惑星かもしれないんですけれども、まあ、おそらくこれはね地球じゃないかなと思いますね。To make equal、 まあ確かに赤道っていうのはねちょうど地球の真ん中にあるので、
なんかちょっと意味深なカードですよね。この白人と黒人の女の子がね、描かれているっていう感じじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとね、人類の歴史を彷彿させるような絵柄です。6番目、3。ここからは天体なのかな？太陽ですね。いかにも太陽っていう感じですね。Light、まあ、光、そうですよね。これは女性が2人で眺めてるのかな。なんかそういう感じがしますね。もしかしたら2人はレズビアンかもしれないですね。まあ、結構なんかそういったなんでしょう、まあ、ダイバーシティじゃないですけれども、ちょっとモダン的なコンセプトも反映されているデッキさんなのかなっていう感じはしますね。はい、すごく面白いね、太陽の描写だと思いますね。なんかこう滝が流れるようにね、太陽が溢れてる、流れてるっていう感じですね。7番目、ムーン。こちらは月ですね。ダークネス。確かにそうですね。月はやっぱり陰のエネルギーなので、直接的には暗闇ではないんですけれども、暗闇の中だからこそ見えるというか、存在できる天体、まあ、惑星、衛星でもあるので、ダークネスというね、意味は合ってるのかなと思います。8番、ファイア、イグニッション。ここからは、ここからエレメントなのかなって思ったんですけど、エレメントとはちょっと違うみたいですね。次のカードを見るとですね、まあ一応火のカードということで、イグニッション。イグニッションっていうのは、火をスタートさせるものですよね。だったと思います。なので、なんかこの女性のね、衣装がすごく個性的だなと思いながら見てたんですけれども、内側から火を灯すみたいな、そういう感じがね、伝わってきますよね。すごく神秘的でいいと思います。なんかちょっとネイティブアメリカンを彷彿とさせるような感じに私には見えますね。次は9番、ボルケイノーズ。火山ですね。パワー。まあそうですよね。パワーハウスというか、火山のね、噴火のエネルギーってすごいエネルギーですので、すごくね、端的に表してるんじゃないかなと思います。ここに描かれている人もおそらく人間ではなくって、神に近いようなね、存在なんじゃないかなと思います。いいですね。この噴火するように溢れ出てくるエネルギー、すごく伝わってきます。10番、ブッシュファイアーズ。おお、これは最近のオーストラリアのね、火災を彷彿とさせますけれども、山火事ですよね。ブッシュファイアーズ、フューリー。おそらくこれもアボリジニーのね、女性なんじゃないかなって思うんですけれども、このカンガルーがね、火から逃げているところとか、本当にね、フューリーって感じがしますね。感情でね、フューリアスとかって言ったりするので、そうやってこう燃えている激しい感じですね。次は11番ですね。Hearth、Comfort。いいですね。この冬の暖炉のね、火の前でワンちゃんと赤ちゃんが、で、しかも蝶ネクタイをしてるっていう、なんかホリデーシーズンをね、彷彿とさせてすごくいいと思うんですけれども、カンフォート、本当に快適なね、感じが伝わってくると思います。12番、アウトコア。アウトコア、外側のコアっていうことなんですけれども、フルイディティ、流動的なとか、そういう感じですかね。これちょっと意味深なカードだなと思ったんですけれども、内側にあるコアではなくって、外側にあるコアっていうことですね。それがフルイディティ、まあ流れにね、身を任せるとか、そういうことなのかなっていう感じがします。そしてこの方はなんかヴィーナスをね、彷彿させるような感じですね。まあ水のように流れに身を任せるっていうことかもしれないですね。13番、デザート。
これは砂漠ですね。なんかこういう砂漠の何もないところにいるからこそ、その自分の魂を感じる、魂と会話したりとか、魂の存在を感じるとかね、そういう意味合いじゃないのかなというふうに思います。こちらのね、絵柄からしてもですね。14番、パッション、情熱ですね。 The soul、 魂っていうことなんですけれども、情熱っていうのは魂から溢れ出てくるエネルギーっていうことなんじゃないかなと思います。そしてこの目もなんかすごいですよね。なんかもう地球と一体化してる感じですし、でしかもこれ涙、なんか滝みたいになってますよね。すごい独特の絵なんですけれども、綺麗な、なんか見つめて見とれてねしまうような絵柄だなと思います。いいですね。なんか本当にこの目っていうのは魂にね、よくつながってるとか、心にねつながってるとかって言われますけれども、それを表してるんじゃないかなと思います。15番、 Earth、 地球、これもエレメントなのかな、エレメントっぽいですね。地のエレメントなのかなと思います。またはそのまま地球ですね。ホームということで、確かに地球は私たちにとってホームであり、地のねエネルギーも私たちにとってホームですよね。素晴らしいです。この髪の毛というかターバンなのかな、なんか地球になってますね。すごいですね。はい、でこの服がね、もう地球の一部になっている感じなので、本当に地球と一体化している感じがしますね。16番、マウンテン、山ですね。まあおそらく地球関係、地のエネルギー関係だと思うんですけれども、クラリティ、クラリティ、クリアであること、まあ、特にねこう頭が澄んできたりとか、そういう感じも表しますよね。まあ、空気が澄んでいるっていうのもあると思うんですけれども、まあ、確かに山のね空気ってすごく澄んでいると思うので、そのエネルギーで私たちのねこう頭の中も澄んでくるような、そういうエネルギーを感じますね。頭とか心の中もねこうクリアになってくる感じがしますね。17番、ケイブ、これは洞窟とか穴蔵とかそういう意味ですよね。プロテクション、確かに洞窟の中でね動物は雨風をね忍んだりとか、敵から守ってもらったりしますので、これは卵なのかな、卵っぽいですよね。なんか面白い、何なんだろう、ちょっとウイルスみたいなね形にも見えますけれども、まあおそらくこれがね私たちを守ってくれているということを表してるんでしょうね。すごく綺麗ですよね。空気が澄んでる感じがいいですね。18番、 Inner Core、 今度は内側のコアですね。なんかすごい絵ですね。まあ、私たちのね内側のコアっていうことなので、この中にねある感じを表してるんだと思うんですけれども、ソリディティっていうのは強固になっていくことですよね。そういうことを表しています。やっぱり内側につながればつながるほど強固になっていく、まあ、私たちのこう存在自体というかエネルギーもですね、こうどっしりしてくるんじゃないかなっていう感じがします。はい、ちょっとシュールな絵柄ではあるんですけれども、ミシンではあるかなと思いますね。白い鳩が描かれていたりとか、こことかね、なんか頭がもう地球になってる感じなんですけれども、これが消化されていくような感じにも見えますし、でここはね雲の上ですし、なんかねいろいろすごいですよね。19番、 Plants、 植物ですね。 Growth、 確かに植物はね成長を表していますし、私たちが生きる上で不可欠となる酸素とかね二酸化炭素も吐き出してくれていますので、なんかすごいですね。この動物さんと植物が融合してるっていう、なんかいいですね。こう私たち地球上の存在はこう一つなんだっていう、そういうのもね表されてるんじゃないかなと思います。お互い持ちつ持たれつで、どちらがね欠けても成長は止まってしまう、そういうこともね表してるんじゃないかなと思います。
20番 rock 岩ですね。 endurance endurance は耐性とかそんな感じですかね。あの耐えるっていう意味の耐性ですね。まあ、確かにそうですよね。岩っていうのはすごく耐性がある、もう何百年もそのままの形を保つことができるので、何百年何千年時には何万年ってね、耐性そのままの形を保つことができるので、まあ、確かに確かなものとか強固なものとかそういうねエネルギーは感じますよね。でその上にこの木がね生えている、でおそらくこれは地球かなと思うんですけれども、すごくいいですね。意味も深いですし、とてもね綺麗な絵柄だと思います。21番 Animals 動物たちのカードですね。いいですね。可愛い動物さんがたくさんいますね。カンガルーもいますね。やはりオーストラリアのね作者さんが作ったカードからだからっていうのもあると思うんですけれども、いや可愛らしいです。皆さんね調和が取れている感じで平和ですごくいいと思います。この女性もねなんかちょっと中国っぽい衣装にも見えるんですけど、なんかそういうエスニシティも差し色みたいな感じで使われているんじゃないかなっていう印象が受けますね。すごくいいと思います。コンパニオンシップ、そうですね、動物たちっていうのは私たちの仲間ですよね。22番 Air、これもおそらくエレメントだと思います。風のエレメントですね。モーション、確かに風はとても動きがありますね。そしてお馬さんがね使われてるっていうのもすごくいいと思います。お馬さんといえばねやっぱりこう動きがすごくある動物さんですのでいいと思いますね。でちょっとこの霞んだような空気感というか、それもねすごくいい味出してると思いますし、向こうにですねちっちゃな気球みたいなものが見えるんですよね。すごくこの風のねエネルギー盛り込まれてるなというふうに思います。はい、ではここで一度音叉による浄化をしていきたいと思います。よろしければ一緒に瞑想をされてみてください。はい、では後半のカードを1枚ずつ見ていきます。次は23番ですね。カードが引っかかってます、ひっついてます。Storms、 嵐のカードですね。 Cleansing、 確かに嵐がこう全てを洗い去っていくみたいなね、そういう感じがしますよね。私たちの身に起こることとかもねそうじゃないかなと思います。ジョーカーですね。なんかねこの女性も浄化されてる感じでいいですね。この災害とかそういうネガティブなこともポジティブにね捉えることができるカードかなと思います。24番 Wind、 風ですね。 Change、 確かに風っていうのはね変化を司りますよね。こう風向きが変わるとかって言いますもんね。でもこれすごい絵ですね。これ何なんでしょうか。なんか家からこう岩が伸びて、でなんかいろいろあるみたいな、すごいですね。木とかも生えてますし、一体どうなっているのでしょうか。で普通にねカラスが止まってますけれども、なんかすごい面白い意味合いがねありそうなカードですね。なんかじっくり眺めてるといろいろなね発見とか多分あると思うんですよね。これとかトロッコかなって思うんですけれども、なんかですねそういったこう型にはまらない感じとかレールに乗っているのではないっていうところもね感じられるんじゃないかなと思います。25番 Voice、
と声ですね、ボイス、声、speaking your word、 自分のね言葉を発するっていうことなんですけれども、まあ自分のね内側から出てくる自分の言葉っていうことですよね。いいと思います。これはラッパでしょうかね。ラッパですね。うん、面白いと思います。なんかあれですね、この喉のチャクラ、第5チャクラですかね、なんかそこがね開いてくるようなエネルギーを感じます。26番、プレッシャーですね、圧力、トランスフォーメーション、変化というかガラリと変わってしまうっていうことですよね。なのでそのプレッシャー、圧がかかることによって変化も可能になってくるっていうことじゃないかなと思うんですけれども、まあ私たちのね人生とか見渡してもそうですよね。何かこう大きな変化を迎える時っていうのは、何か劇的なことがあったりとかね、ショックなことがあったりとか、そういうことがきっかけになって変わる場合が多いんじゃないかなと思います。でこちらは表紙の箱のね絵に使われていますよね。まあ、女性のね横顔だと思うんですけれども、宇宙的な感じでねすごく神秘的ですよね。なんかその圧力とかも結局その宇宙のなんていうのかな、宇宙の力ではないですけれども、何かこの宇宙の働きをね感じるような、そういう感じがしますよね。27番、 Breath、息ですね。 Life、 確かにそうですね。私たちは呼吸ができなくなったら一発でね死んでしまいますもんね。でこれは肺なのかな、心臓にも見えるんですけれども、おそらくその心臓とか臓器ですよね、脳なのかな、頭からこう湯気が立ち上がってるみたいな感じなので、こういう私たちにとってバイタルとなる臓器に供給する、酸素を供給しているのが息なので、本当にその息っていうのは私たちの生命の源であり、すごく大切なものなんですよね。それをねすごく思い起こさせてくれる絵柄だなと思います。ガイドブックを読めばですね、こちらの模様の意味とかももしかしたら書いてあるかもしれないですね。28番、 Music、 音楽ですね。 Joy、 確かに喜びですね。このバイオリンがね埋まってるところとかすごくいいなと思いますけれども、そしてちょっとツタが茂っているというか、植物がね生えている感じとかもいいですね。確かに音楽っていうのはね、私たちの喜びのね感情をすごく揺さぶりますよね。こちらの女性はインド人の女性なんですかね。なんかそういう感じに見えますよね。この衣装とか、このサードアイのねところにあるこの点とかね、そういう感じがしますけれども、確かにねインド人の方って本当音楽との付き合い方が上手というか、もう音楽がその生活に、人生に溶け込んでるんですよね。確かに私たちも見習えますよね、そういうところ。29番、 Water、 これおそらく水のエレメントじゃないかなと思います。 Creation、 確かに、まあ、水というか海というか、確かにね全ての生命の源だと思うので、もう水もねこれがないと私たちは生きていけないので、空気のね次に大切なものですよね。いいと思います。でこのクリエーションという意味合いで、このおばあさんがね使われているのもすごくいいなと思います。普通だったらもうちょっと若い方とかをね起用しそうな感じなんですけれども、私たちは一生ねクリエーションをしていく存在だっていうことを表してるんじゃないかなと思います。そしてね白い鳩もねいいと思います。30番、 Oceans、 海ですね。 Bravery、 勇敢さですね。これおそらく地球の上に乗ってるんだと思うんですけれども、ちっちゃい女の子がね立ってますね。 Bravery、 まあ、確かに海っていうのは
荒くる海とかね、そういう感じもしますし、あと海の中ってやっぱり何がいるかわからないっていうのもあって、確かにブレイブリーテーマとしてもね合ってるんじゃないかなと思います。次はレイク、湖ですね。すごいですね。これはお城が沈んでるのかな、半分沈んでますね。で、女性がね湖の中にいるんですけれども、 depths、 確かに深いですよね湖って。なんかちょっとヨーロッパ的なね感じを彷彿させますけれども、ヨーロッパにね行かれたことがある方はご存知かもしれないんですけれども、ヨーロッパの湖って本当に綺麗で素敵で、そしてただの水というか川とかね、そういうのとはまたちょっと違う存在だと思うんですよね。何かそういったその人間と湖の関係とかね、そういう深い関係も表しているのかなと思うのがこちらの Depths のカードですね。32番、マリーンライフ、海の生き物たちですね。なんかすごいですね、いろいろ賑やかな感じで、ファインディングニモみたいな、そういう世界にも見えますけれども、すごくねいい感じだと思います。綺麗ですよね。 richness、 確かにおそらくね一番その生命の種類とか数が多いのが海だったんじゃないかなと思うんですけれども、本当にねそういうのを表していると思います。33番、アイス、氷ですね。ピュリティ、ピュリティ、確かに純粋さとかピュアさっていうことですよね。これは氷の下を表してるのかな。なんかこう湖とか川とかがね凍ってる感じがするんですけれども、その下に隠れている自分自身とか本心とかね、そういう感じも受けますね。まあ氷って確かにこう澄んだ存在なので、その氷を通して自分のね内側が見えてくるみたいな、そういう感じにも見えますよね。34番、スノー、雪ですね。サイレンス、確かにいいですね、静寂を感じます。これはうさぎさんでしょうかね。雪に紛れていいと思います。雪っていうのは時にはね命を奪ってしまう怖い存在でありつつも、こうやって命をですね隠してくれたりとか、そういう役割もあるんですよね。不思議な存在ですよね。35番、レイン、雨ですね。フェカンディティ、確か繁殖力だったと思うんですけれども、確かに雨っていうのはね恵みの雨ですよね。でそこから命が育っていくっていう、そういうことを表してるんじゃないかなと思います。でこの女性がなんか木に見えますね。木になっているというか一体化しているというか、そういう感じにも見えます。そしてこの雨によって、これはおそらく若葉というか新芽が出てるのかなと思うんですけれども、なんかねそういった生命に命を与える雨みたいなね、そういう感じに見えますね。36番、 electricity、 これは電気ですね。 wildness、 確かにワイルドですね。まあ電気、おそらくその人工的に作っている電気っていう意味もあると思いますし、自然に存在する電気ってありますよね。あの雷の電気ですね、まあ、両方表すのかなと思います。だからこそワイルドネスなのかなというふうに思います、まあ、私たちにとっては欠かせない存在ですよね、そういうね意味合いもあるのかなと思います。37番、マグネティズム。マグネティズムっていうのは磁力でしょうかね。アトラクション、確かにこうマグネット、磁力がね引き寄せるっていうことだと思います。アトラクション、
引き寄せですね、引き寄せる、まあ、磁力が引き寄せるということだと思うんですけれども、これはね、いろいろな意味合いがあるんじゃないかなと思います。私たちがその引き寄せの、ね、法則を使って現実に何かを引き寄せたりっていうのもあると思いますし、もちろんそのエネルギーが引き寄せたりとか磁力が引き寄せたりとか、そういうね、あの物理的なことも含まれてくると思うので、すごくね、深いカードじゃないかなと思います。これは土星でしょうかね。何かその輪っかがあるね、惑星が映ってると思うんですけれども、すごく宇宙的で神秘的でいいと思いますね。38番、ダークマター。ダークマター、ダークなことっていうことで、ミステリーですね。全ては明かされていないっていうことだと思うんですけれども、その闇をね、闇の部分を表しているのかなっていう感じがするんですけれども、でも闇も実は光と表裏一体だったりするんですよね。その闇が存在するおかげで光も存在できる、何かね、そういった表裏一体を表しているのかなっていう感じもしますし、ミステリー、その全て見えないからこそっていうこともね、いろいろあると思うんですよね。何かそういった深いね、意味合いがあるカードなんじゃないかなというふうに思います。そしてめちゃめちゃ蝶々さんがたくさんいますね。これも何かね、意味があるんでしょうかね。39番、グラビティ、重力ですね。グラウンデッドネス、グラウンディングしているというか、まあ、根ざしているっていう感じですよね。地に足がついている感じだと思うんですけれども、でも確かに重力があるからこそグラウンディングできるっていう部分がありますよね。宇宙だったらもうグラウンディングも何もないですよね。だからこそ、その地球だからならではのグラウンディングだと思うので、うまく取り入れていくというか、活用していく必要がありますよね。この天体がね、たくさん描かれていて、この銀河系の中の一つの地球っていう感じで、でその中でもおそらくね、この地球っていうのは重力がある特別な存在なのかなと思います。まあ、他の惑星にも重力はもちろんあると思うんですけれども、おそらくその重力の度合いというか程度とかもね、違ってくると思いますので、まあおそらく地球はその生命維持とかそういうのにぴったりの重力の強度だからこそ、こんな感じでね、反映してきたんじゃないかなと思います。40番、アトムス。アトムは、分子でしたっけ。分子、原子、エレクトロンが電子なんですよね。アトム、核かな、アトム、原子だったような気がしますね。まあ、そんな感じで、その物質を構成するすごくちっちゃい単位ですよね。はい、ビルディング、物体を構成する基礎みたいな、そういう感じかなと思います。なので構成するものとかね、なんかそういった基盤の部分、そういうね、意味合いが強いんじゃないかなと思います。こちらのカードはですね、ちょっとベネチアのゴンドラみたいなね、船が描かれていますけれども、これは何だろう、これこそ原子とかそういう感じなんでしょうかね。で、これとかそうですよね、物体を構成する最小単位ですよね。このおそらく電子がね、回っていたりとか、そういうことを表していると思うんですけれども、いいですね、量子力学的ですね。でも私たちの世界っていうのは、全て元を正すとこういう構造でできているわけなんですよね。だからこそ引き寄せのね、法則とかエネルギーとかがね、理解することが重要になってくると思うんですね。41番、タイム、時間ですね。ディスプリンは日本語で言うと自己鍛錬じゃないですけれども、自己規制、抑制みたいな、こう律するっていうことですよね。自分で自分を律したりとか、そういった意味合いがあると思うんですけれども、
そうか、時間にディシプリン、まあ、確かにその時間が有限だからこそ私たちはその自分のベストをね尽くそうと思うわけなんですよね。そういう意味合いなのかなというふうに思います。そして鍵もねここに下がってますね。なんかそういうのもちょっと意味深な感じですね。そしてこの木が宙に浮いている、面白いですね。42番、なんかすごいカードですね。スピード、確かにスピードありますね。ムーブメント、確かに動きもあると思います。すごいですね。なんかこの方日本人なのかなとかちょっと思ったりしたんですけれども、うん、スピード、まあ、確かに最近はねこう発展のスピードすごく加速してますよね。この人間社会のスピードもね上がってきてるんじゃないかなと思います。うん、なんかそういったね総合的なことをね表しているように感じます。ただ物理的にスピードが速いっていうのもあると思いますし、次元と次元の間をこう駆け巡るみたいな、そういうね意味合いも含まれてくるんじゃないかなというふうに思いますね。なのでその意識の上で、意識の動きが現実にねこう反映される、なんかそういう感じもねするんじゃないかなと思います。43番、マジック、魔法ですね。アルケミー、錬金術。そうか、マジックと錬金術、まあ一緒といえば一緒なのかなっていう感じはするんですけれども、厳密に言えばねちょっと違いますよね。はい、まあ、手のひらがね合わさってここで魔法を起こしているのかなっていう感じなんですけれども、これは何なんでしょうね。魔法人、ちょっとよくわからないですけれども、すごく魔法的というか神秘的な感じはしますね。まあ魔法っていうのはね私たちの手で起こすことができるっていうのを象徴しているんじゃないかなと思います。錬金術ですよね。私たちっていうのはそのエネルギーを操ることによってですね、いろいろな想像をしたりとか、まあ、魔法を使っているかのようにですね、宇宙のその原則とか法則を利用してクリエイトしていくことができるので、それもねある意味錬金術だと思うんですね。最後のカードですね、44番、 The Biome、 コネクション、つながり。これはですね日本語でなんて言うんだろう、 The Biome、 なんかですね、これちょっと説明するの難しいな。なんていうかこう自然にこう植物とかが生い茂ったりとか、なんかそういう感じ、ちょっと説明がうまくできてないんですけれども、なんかねそういう感じで自然と、なんだろう、植物とかが生い茂ってくる、そしてコミュニティをなすみたいな、そういう感じだと思うんですよね。なんかそういった自然の働き、そういうのを表してるんじゃないかなと思います。なんかタロットの世界のカードに若干ね意味的に近いんじゃないかなと思いますね。こう完成している世界ではないですけれども、コンプリートしている世界みたいな、そういう感じがするので、まあ、コネクション、つながりっていうふうに書いてますけれども、まあ、もちろん私たちはね地球上にあるものは全てつながっている、目に見えないところで必ず何かのつながりがあるわけなので、そういうことも表していると思いますし、なんていうかそのバイオオーガニズム、そういうこともね表しているんじゃないかなと思いますし、かなりね深いカードですね。最後の鳥を締めくくるのにすごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで以上になります。またここで音叉による浄化をしていきます。すごくね綺麗なカードさんたちですね。やっぱり
ステイシー・デ・マルコさんのカードは期待を裏切らないというか、すごくいいと思いますね。おすすめのカードさんです。はい、では次のセクションに移っていきます。はい、ここからはセルフリーディングをしていこうと思います。デキさんにいろいろとインタビューをしていきます。で、今回もいつも通り質問を5つ用意しています。まず1つ目、私に対する第一印象は何ですか？私を見た時の第一印象ですね。2つ目、あなたの得意なことや個性があれば教えてください。3つ目、これからどんな関係性を築いていけそうですか？2人の関係性ですね。4つ目、私との約束やルールがあれば教えてください。5つ目、アドバイスをお願いします。ではこの5つの質問に関してデキさんに聞いていこうと思います。ではまずは一番最初の質問ですね。これバッキングが本当に綺麗ですよね。もう見とれながらシャッフルをしていました。はい、ではまず私の第一印象教えてください。パッと見の第一印象ですね。はい、こちらです。Pressure Transformation。 なるほど、こちらが逆位置で出ましたね。まあ逆位置ということなので、なんていうか、今いい感じで、おそらくそのプレッシャーがかかりすぎることなく、でもこの変化の時期をちゃんと乗り越えていっているではないですけれども、今この変化の時期にあるっていうのは気づかれたようですね。そしてその変化も、そのプレッシャーによって変化するというよりは、どちらかというと、まあそういうプレッシャーもありながらも、それと同じだけですね、自分の内側からの変化のパワーも使って、今この変化の過渡期を迎えているみたいなですね、そういう感じを受け取られたんじゃないかなと思います。で、それはですね、おそらく正しいんじゃないかなと思います。今はあんまりこう圧力がかかっているというわけではないんですけれども、かといってノープレッシャーでもないっていう感じなんですよね。今いい感じで、その外側のプレッシャーというか圧力、力と内側からの圧力と両方をですね、使えている感じが自分でもするので、おそらくね、それを感じ取られたんじゃないかなというふうに思います。まあ12月ですしね、もうすぐ2020年も終わりますし、今はね、私だけではなくて皆さん変化の時を迎えられているんじゃないかなというふうに思います。では次の質問ですね。あなたの得意なことや個性があれば教えてください。デキさんの得意なことや個性ですね。はい、こちらです。スノー、雪のカードですね。サイレンス、逆位置で出ています。なるほど。で、これ逆位置で出ているっていうのも興味深いなっていうふうに思ったんですけれども、まあ雪っていうのはこう、なんていうか、全てをカバーアップするんですよね。真っ白に、銀世界に染めるっていう働きもありますけれども、そして静寂が訪れる。でもこれがですね、反転することによって、この静寂の中に、なんていうかな、その底から、その下から湧き出てくる何かを感知する力も上がるみたいな感じですかね。一度その全てが銀世界に包まれる、静寂に包まれることによって、この下側から、人間で言うと潜在意識から湧いてくるサインをですね、受け取りやすくなるっていう感じじゃないかなと思います。なんかですね、この雪が降るっていうのも、その人間の心の動きに例えるとですね、一回全てをこう白紙に戻すではないですけれども、一面銀世界に変えることによって、一度ですね、心が落ち着くというか、で、そうすることによって潜在意識からのメッセージが
聞こえてきやすくなる、受け取りやすくなるっていう感じだと思うんですよね。だからその雪が降るっていうのがおそらくその意識の部分ですよね。自分で認識できる顕在意識の部分で、そのマインドの声を一度黙らせるために雪が降るみたいな、そんな感じなんじゃないかなと思います。まあ雪が降るっていうのはおそらく比喩表現でですね、何かこう一度心がしんとなるようなことがあったりとか、自分からそういう状況を作り出したりとか、そういうことだと思うんですね。で、それと同じような効果をこちらのオラクルカードさんももたらしてくれるんじゃないかなというふうに思います。一度こう心を静めて、でその静けさに耳を傾けることによって、この自分の内側からメッセージが湧いてくる。で、それをキャッチすることができるみたいな感じですね。非常に興味深いと思います。では次の質問ですね。これからどんな関係性を築いていけそうですか？これからの2人の関係性ですね。はい、こちらです。聖地で出ましたね。 Marine Life Richness いいですね。ちょっとユーモアがあるような回答だと思うんですけれども、まあ深いね、関係性は築いていけるんじゃないかなと思います。なんていうか、まあ、うまくやっていけるんだろうなとは思うんですけれども、その海って本当に一つのこのバディオブワーターですよね。これを本当にたくさんの生物が共有してるっていう、そういう場所なんですよね。陸に関しては結構ですね、縄張りっていうわけじゃないんですけれども、結構場所によって変化があるというか、違うというか、そういう感じがあるんですね。例えばその都会の部分と山の奥とかだと全く違うテリトリー、領域ですよね。でも海っていうのはそういうのがですね、陸に比べてもっとこう続いているというか、その生き物の往来というか、行き来も水の中にいる限り、まあ、海流に乗ったりとかはあると思うんですけれども、陸よりももっとこう盛んに自由にできる感じがするんですよね。で、それでその中でそれぞれのマリンライフ、海の生き物たちが共存している、まあ、そういうちょっとですね、特殊というか、どちらかというとユートピア的な、そういう環境なのかなと私的には思うんですね。まあ、もちろんそのすっごい深海とかだと行けないね、魚さんとか生き物もたくさんいたりはするんですけれども、やっぱりこの海の中はつながってる感が陸よりもすごく大きいと思うんですよね。まあ、そういうことからも、お互いがお互いの個性を発揮しつつも、なんていうかな、その一緒のハーモニーを作っていくというか、共同体として同じ目的を持って仕事をするみたいなね、なんかそういう感じも受けるので、とてもね、面白いんじゃないかなと思います。一つ一つ、一人一人の個々の、なんていうかな、そのキャパシティというか能力が発揮されることによって、一つのね、ハーモニーを作っていくみたいな部分もあるんじゃないかなと思うので、すごくね、これからの関係性が楽しみになりそうなカードさんだなと思いました。では次ですね。私との約束やルールがあれば教えてください。私に約束してほしいこととか、2人のルールとかあれば教えてください。はい、こちらです。ノースエクスパンション。なるほど、いいですね。北の方角ですね。まあ、北っていうのは進むべき方向性というか、方角というか、まあ、北極星がね、あるみたいな、そういう感じがするので、一緒のところを目指していくっていうのはすごく大事になってくるのかなというふうに思います。だからそのエクスパンションっていうことなので、このもっと拡大させていくエネルギーですよね。もっと今あるものを大きくしていく、良くしていく、もっと上のレベルにしていくみたいな、そういう
共通の目的を持って、そして一緒の方向を向いていくっていうのがすごく大事になってくるのかなというふうに思いましたね。おそらくそうやって同じ方向を向くことによって足並みを揃えることもできると思うんですよね。まあ、それぞれその自分自身の個性を発揮するのが大事というふうにね、こちらのカードで教えてもらいましたので、でその個性を調和させるためにも同じね方向を向いていくっていうのはすごく大事なことなのかなっていうふうに感じました。なのでそうですね、まあ、これから一緒に相談をしながらどういう方向性でいくのか、どういうねリーディングをしていくのかっていうのを一緒に話し合っていく、気づいていくっていうのが大事なのかなっていう印象は受けましたね。はい、では最後にアドバイスをお願いします。ゆきさんから私へのアドバイスお願いします。はい、こちらです。 Plants growth いいですね。 Plants 植物のカードですよね。まあ、growth っていうことなので、まあ、成長がねすごく大事だと思います。まあ、大事だと思いますというか、その成長するっていうのが一つの指針になるんだと思うんですよね。お互いに成長する、私自身もリーダーとして成長していくことが大事だと思いますし、このカードさんもですねきっと成長するっていうことを望んでるんじゃないかなと思うんですよね。あのカードもですねエネルギー的には成長していくことができるんですよね。ただのものではなくって、やっぱり全てのものが生きているわけなんですよね。だからエネルギーの次元で見るとカードさんももちろん成長をしていくことができるし、向上心があるわけなんですよね。だからすごくねこうやる気に満ちているというか、向上心があるカードさん、デッキさんなので、そこをですねうまく生かしていくというか、そのお互いのそういう上を目指すような部分、そこが共鳴できればすごくねいい関係性を築いていけるんじゃないかなというふうに思います。でこの、鹿さんですかねちょっとどんな種類の鹿さんかまではわからないんですけれども、こちらの動物さんとこの植物ですよね、共存しているように私には見えるんですね。お互いがそのお互いに依存しているというよりは共存しているっていう感じですね。なのでそういうね関係をこれから築いていけると、カードさんもデッキさんもね喜んでくれるんじゃないかなというふうに思いました。はい、以上になります。いや、なかなか面白い、興味深いメッセージをいただきました。普段はですねオラクルカードを開封するときはセルフリーディングってしないんですね。まあ、その理由っていうのが、結構そのオラクルカードのデッキによって、まあ、目的というか結構ですね使用の用途が限られている、まあ、結構はっきりしているわけなんですよね。なので、まあ、わざわざセルフリーディングしなくてもですね、結構自分の中でそのこのデッキさんはこういう位置づけなんだなっていうのが分かったりするんですけれども、今回はですねちょっと聞いてみたいと思ってインタビューをしてみました。とてもね面白い回答が得られたんじゃないかなというふうに思います。はい、では次のセクションに進んでいきます。はい、では次は選択式プチリーディングをしていきたいと思います。その前にですね、このカードのシャッフルのしやすさについて言及するのを忘れていたんですけれども、シャッフルはとてもしやすかったですね。やっぱりツルツルなんですけれども、カード同士があんまり引っかかる感じがしないので、シャッフルはとても良かったです。なのでカードとしてはね、カードの質ですよねとしてはすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、若干ちょっと薄い感じはするんですけれども、でもまだ許容範囲というか、まあ、クイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルと同じような感じかなというふうに思います。ということで今回も3択で見ていきたいと思います。今のあなたへ必要なメッセージをデッキさんからいただきたいと思います。ではまず1枚目引いていきますね。実はこちらバッキングを見ると上下わかるんですよね。まず1枚目です。
して2枚目ですね。3枚目です。はい、ではこの3枚のカードの中から直感でピンときたものを1枚お選びください。はい、では一番左端のカードさんから開けていきたいと思います。じゃーん、こちら逆位置でしたね。マジック、アルケミー。なるほど。うん、そうですね、あのこちらのカードを選ばれた方はですね、おそらくそのなんていうかな、魔法が働くスペースっていうのが今一番必要なんじゃないかなって思うんですよね。でこの魔法が働くっていうのはですね、その自分でできるところを最大限やったらですね、あとはこう宇宙にお任せみたいな感じで、もう自分でまずそのできるところをやるだけでですね、エネルギーにモメンタムが与えられるんですよね。でそのエネルギーが自分で仕事をするっていうそのスペースを設けてあげる必要があるんですね。でそれがその一度手放すではないですけれども、結果に執着せずにですね、あの結果がもう叱るべき結果が出る、自分はやるべきことをやったから叱るべき結果が出るっていう風に信頼してですね、執着を手放すっていうことをする必要があるのかなと思います。でおそらく今はですね、それがとても必要な時期なんじゃないかなと思います。今まで何かこう頑張ってらっしゃったことがあったりとか、何かねこう叶えたいことがあって一生懸命取り組んでこられた方はですね、あの今までその頑張ってきた分だけというか、今までその努力をしてきた分だけですね、ここからは少し肩の力を抜くっていうのも必要なんじゃないかなと思います。その緩急をつけるっていうのがすごく大事になってくるんですね。いつも100% の力で頑張るっていうのは人間はできないので、やっぱりその場面に応じて力を入れる場面と抜く場面とってあるわけですよね。一日の中でも力を入れる場面と抜く場面ってあるわけなんですよね。そうやって人間もですね、交感神経と副交感神経を切り替えをしていったりするので、やはりあのそういうサイクルというか自然のサイクルですよね。それを見極める必要っていうのがあると思います。で今はあのちょっと肩の力を抜く時期に来ているっていうことですね。でそれはあのもう投げ出すとかサボるとかそういうことではなくって、自分がやるべきことはやりつつも、それ以上深追いをしようとしないということですね。あの結果を求めるがあまりにですね、こうガツガツと何かに取り組んでしまったりとか、あの気持ちがですね、その結果ばかりに向いてしまったりとか、そういう状態を手放すっていうことを言ってきてくれていると思います。なので今はですね、こうやることだけやれることだけをコツコツやっていく。でそれもですね、自分でなんていうかな、線引きをするではないですけれども、もうここまでが自分がやれる領域だからっていう風に線引きをしていただいて、でその中で 100% を尽くしていただくっていうのがいいと思うんですね。でもそれが終わったら、もうあとはですね、深追いをしない、もうあの他のことに意識を向けるぐらいで十分だと思うんですね。でその時に自分の好きなことをしたりとか、リラックスできること、気持ちがね緩むようなことをしていただく。でその間にですね、宇宙があなたのために仕事をしてくれる、エネルギーがあなたのためにですね仕事をしてくれると思いますので、まあ、ゆっくりね休息を取るとかもいいと思いますし、ご自分が好きなこととかリラックスできるようなことをするっていうのもいいと思いますし、という感じでですね、今しばらくはそういった感じで緩急をちゃんとつけることを意識してですね、で特にその緩むっていうところを意識して緩めるようにしていただくのがいいんじゃないかなと思います。でそうすると叱るべき結果っていうのがね得られると思いますので、ぜひ頑張ってください。では真ん中のカード開けてみますね。
じゃん。こちらは正位置ですね。マグネティズム、いいですね。すごく今重力が強まってるんじゃないかなと思います。まあ、アトラクションっていう風に書いていますし、だからですね、この今のこの時期ですよね、まあ、リアルタイムで見られている方は12月だと思うんですけれども、この時期はですね、特にその自分が得たい結果とか引き寄せたい現実とか達成したい夢とか願望とかですね、そういうものにすごく力を与える、エネルギーを与えるっていうのがすごく効いてくると思いますね。想像するとかですね、そんな感じでイマジネーションの力を使ったりとか、あとですね、こう臨場感たっぷりに感じるとかですね、そういったことを積極的にされるのがいいと思いますね。で、そうすることによって磁力がどんどん強くなっていくんですね。まあ、人間の意識というか、まあ、思考といってもいいんですけれども、っていうのはエネルギーを持っているんですね。で、その思考っていうのは一つのあることに注げば注ぐほどどんどん溜まっていく。で、その思考とか意識のエネルギーがですね、溜まってくればくるほど磁力をどんどん持っていって、で、ある一定の値に達すると、コップが満タンになるとですね、そこから水が溢れてくるように、現実にですね、それが現象となって溢れてくるっていう、まあ、そういうからくりなんですね。で、それを利用して、おそらく今磁力が強まっていると思うので、この時期にですね、いろいろと、まあ、例えば叶えたいことのリストをね、作ってみるとか、新月のね、お願い事を書いてみるとか、で、その書きっぱなしではなくって、例えば目に見えるところに貼って毎日眺めるとかですね、こう手帳に書いて、いろいろなマスキングテープとかシールとかですね、いろんな可愛いものを使ってデコレーションをして、こう毎日眺めたらね、ウキウキするようにするとか、そういう感じでですね、そのご自分の願いとか夢とか想像の力ですよね、そういったものとですね、戯れていただくのがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、そうすることによって、あなたのその自分の願いに対する思いがどんどん強まっていったりとか、自分の夢に対する思いがどんどん強まっていったりとか、そういった感じで、こうどんどんね、パワーを得ていくような感じなんですね。で、おそらくそれが今最も宇宙の後押しというか、それをですね、力を、エネルギーを注げば注ぐほど宇宙もですね、後押ししてくれるっていう時期にあるんじゃないかなと思いますので、まあ、宇宙にですね、届きやすくなっている、宇宙もおそらくあなたのその動きというか、やっていることを注目してくれている時期なんじゃないかなというふうに思いますので、この時期にですね、すごく感情を込めてリアルにですね、自分が欲しいものを想像していただく、そしてそれが手に入った時のことを想像していただくとか、そういう時間を意識して持つことがすごく重要になってくると思うんですね。で、そうやってですね、想像したりとか妄想したりっていうのが苦手な方はですね、得たい感情ですよね、その夢を叶えることによって得たい感情を想像していただいて、例えば安心感とかですね、幸せとか充実感とかいろいろありますよね。で、そういった感情を想像していただいて、その感情をですね、今リアルに感じるようにしていただくといいと思います。人によってはですね、そうやって想像するのが苦手っていう方もいらっしゃいますよね。叶った時のことを想像するのが苦手、そういう方は叶った時の感情をですね、リアルに今こう思い描いて体験するっていうのがとても有効な方法なんじゃないかなと思います。で、幸せを感じたい方はですね、過去にすごく幸せと思った時のことを思い出していただいて、で、その時の感情を思い出すっていうことですね、今また追体験するみたいな感じです。そうしていただくとすごくですね、リアルにその夢を叶えた時の
感情、目標を達成した時の感情っていうのを先取りできると思いますので、それもですね、立派な磁石になります。そういった叶え方もありますので、ぜひね、参考にされてみてください。はい、以上です。では最後にこちらの右端のカードさん、開けてみますね。はい、こちらも正位置ですね。スピード、ムーブメント。なるほど、すごくね、ダイレクトにメッセージを訴えかけてきてくれているようなカードさんですね。まあ、そういうエネルギーを感じるんですけれども、まあ、今はですね、ちょっとスピードを意識していただくといいのかなっていう感じがしますね。その何かをする時とかもですね、ちょっとどうすれば早く終えられるかなっていうのを意識してみたりとか、その常にですね、最短で終わらせるとかですね、勢いを持って何かに取り組むとかですね、そういうことを意識されるといいと思います。で、これはですね、結構戦略がいると思うんですね。例えばその何もなくですね、何の準備もなく、ただ早くしようとすると、それだけ注意が散漫になって、ミスが多くなったりとかですね、そういうこともあるんですけれども、それって追い立てるようにして早くしないとっていう義務感からやっているからそうなってしまうんですね。そうではなくって、自発的に早く終わらせようとか、早くねやってしまおうって思うような状況を意図的に作り出すっていうのが鍵なんですね。そうすることによって、そのやらされている感というか、自発的にやるのではなくって、受動的にやるっていう姿勢から、自分が早く終わらせたいからやるっていう能動的な姿勢にシフトするんですね。で、それがとても大きなエネルギーのシフトになると思います。で、そうすることによって得られる結果っていうのも全く違ってくると思うんですね。同じ早く終わらせたとしても、そのクオリティを落とさずに早くできることができたりとかですね、そういうことも可能になってくるのが、その自発的な力なんですね。なので、例えばですね、そのご褒美を用意しておくとかですね、早く終われば終わるほど、そのご褒美、その自分の好きなこととかですね、好きなことをする時間が長くなったりとか、食べ物が好きな方はそのご褒美が早く終われば終わるほどですね、例えば5分早く終わるごとに、その食べる好きなものをね、食べるのが1個増えるとか、そういう感じで、その自分の目の前にですね、人参をぶら下げるではないですけれども、そんな感じでモチベーションを保つ、自分からやりたいと思うこの原動力が湧くようにですね、自分からセッティングを持っていくっていうのが大事になると思うんですね。あとはですね、その一番勢いに乗ってタスクをですね、できる時はいつなのかっていうのを考えていただいて、そのいつするかっていうのもですね、戦略的にしていただくとか、例えば朝の時間にパパパッと済ますのがいいっていう方は、朝の時間にですね、そのやるべきタスクを集めておいて、一気にパパパッと取り掛かるとかですね、細切れに一日のうちでランダムにしていくと、それだけエネルギーっていうのが分散されてしまうので、戦略的にですね、そこを全部一箇所に集めて、でもパパパッと一気にですね、やってしまうみたいな、そういった戦略っていうのも効いてくると思います。そんな感じでですね、これからしばらくっていうのは、戦略を立ててパパパッと早くスピーディーに何かをするっていうことをですね、心がけていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、そうすることによってですね、エネルギーの流れが変わってくると思うので、おそらくですね、その人生が開けていくというか、新しいね、可能性が舞い込んできたりとか、そういう嬉しいこともあると思いますので、まあ、幸運体質になるっていうことですよね。おそらくそのパパパッとね、やる習慣ができると、何かそのチャンスとかが舞い込んだ時にも、こうパッとですね、対応する
瞬発力が身につくと思うので、まあ、そういったね、あの幸運体質になるという観点からもこちら取り組んでいただくといいんじゃないかなと思います。ポイントはその自分に負荷をかけてやるのではなくって、自分から自発的にやりたい、あのスピーディーにやりたいと思う状況を戦略的に作り出すっていうことですね。はい、以上になります。いかがでしたでしょうか。全部のリーディング終わりましたけれども、いや、なかなかね、面白いメッセージですね。まあ、こういった感じでオラクルカードのねメッセージっていうのはとても多彩で個性的だなというふうに思います。まあ、もちろんそのテーマとかはねタロットに比べると限定されてはくるんですけれども、その分ですね、あのとても深くて面白い世界が広がっているのがオラクルカードのね利点というか、あの魅力なんじゃないかなと個人的には思います。でこちらのねオラクルカードデッキさん、すごくおすすめです。もう本当に綺麗ですよね。クイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルがお好きな方はですね、おそらくファンになられるんじゃないかなというふうに思います。で、まあそうですね、まあ、The Elemental Oracle ということで、まあ、用途もですねもちろん限られてくるんですけれども、なんていうかな、やっぱりそのどういう用途で使うのが一番しっくりくるかなって考えた時に、そのアドバイス的なものですよね。うん、あのこれどうしたらいいんだろうとか、これからねどうしたらいいんだろう、どういう方向性進んだらいいんだろうとか、何かですねそういう指針とかガイダンスになるようなアドバイスが得意なんじゃないかなっていう感じがしたので、うん、なんかそういった感じの使い方をしていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとこのシルバーのエッジがやっぱり素晴らしいです。でシャッフルしてもですねそんなにあの剥げる感じはないので、まあ、しばらくはね持つんじゃないかなと思います。まあ、使っていればどうしてもねこの剥げてくるっていうのは避けられない部分はあると思うんですけれども、結構これは丈夫にというかそんなに脆くはないっていう感じがしましたね。なのでぜひこちらもですね興味がある方は概要欄に Amazon のリンクを貼っておきますので、そちらもご覧になってください。でおそらくこちらもですねしばらくするとライトワークスさんから日本語版も出るんじゃないかなというふうに期待してはいるんですけれども、まあ、ちょっとね時間はかかるんじゃないかなと思います。なので、まあ、結構ですね、うん、そうですね、まあ、メッセージはシンプルなので、このキーワードとかもねシンプルなので、ガイドブック読まなくても、うん、あの絵柄からね、絵柄とこのキーワードからリーディングはしていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、待てない方はですね英語版購入されるのもいいと思います。はい、ということで以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。